皆さんこんにちは8月19日金曜日午後5時です今週を振り返り来週を先取りする日経ライブレビュープレビュー二週間ぶりのご無沙汰でした BS テレ東キャスターの岸本芳生です早速レビュー日経電子版で読まれた記事のランキングトップは水穂銀行が日銀に預けている当座預金の一部で預けると逆にお金を取られるというマイナス金利が適用されたというこちらのニュースです そもそも銀行などの金融機関は銀行の銀行である日銀の当座預金にお金を預けていますが預金ですから本来なら日銀が金利を払うこれ当たり前なんですけれども現在は一定の額を超えた分は逆に銀行が日銀にお金を払うこれマイナス金利の状態になっています。日銀からすると まあこうなるくらいなら融資など積極的にお金を回して景気を良くしましょう、これが金融緩和、まさに金融緩和なんですけれども銀行からすると金利が低すぎる運用先、投資先が見つからないのでもう仕方なく金利を払ってまで当座預金日銀に預けているという状況です。でこうしたマイナス金利の適用残高 今月15日までの一つ期間で都市銀行で930億円で実はこのほぼすべてがみずほ銀行と言われています。まあ、いわゆるメガ,メガバンク大銀行の中でなぜみずほだけなのか日経電子版の記事に各界のエキスパートが一言解説を投稿する。シンク東洋大学の野崎博成教授です。 みずほの国債運用が金利上昇を意識した運営となっていることが背景だと現在のような金利が上がっていく局面では国債など債券を買うつまりお金を貸す側としては返済期間をなるだけ短くしてより高い金利で貸していきたいと国債で言えば平均残存期間を短くするというんですけれどもみずほが平均残存期間1.2年で三菱 UFJ 三井住友は2.8年、みずほ短いです。こ、えー、こうしたこの短期金利短い 近い期間の金利が下がった影響が水穂を直撃した形なんですねで、最もマイナス金利の負担というのは水穂銀行7000万円程度の見込みですで、これ収益を揺るがすなという規模では決してありませんで、水穂銀行も手数料などで預金者に負担を転嫁するつもりはないともしていますただ仕組みとしてですね融資を増やす狙いのはずのこうした低金利金融緩和が銀行がかえって苦しくなる つまり融資がしにくくなっているのではないかとマイナス金利のまさにマイナス面批判が強まっています。さて今週もう一つよく読まれたのがこの大型連載「教育岩盤大学入試偏差値時代終幕の足音」というこの記事です。この20年で20年で大学入試実は一般入試が大きく減って推薦型 A を総合型が半分を超えました。これもシンクがついています。 子供がアメリカの高校に通っていた頃アメリカの大学の総合選抜対策いろいろ聞いた。で 驚いたのはその対策として費用が高額のスポーツや音楽の個人コーチ海外ボランティアのプログラムそして時間当たり費用が弁護士並みの総合的な進学コンサルタントまで用意されているとで日本で総合型選抜に移行する大学が増えてもすぐに受験産業が米国型に転換して生徒も親も頼るだけではと思ってしまいます。うん、私たちもこの問題勉強していいいかないといけませんね さあ続いて来週のプレビューです24日ロシアのウクライナ侵攻開始から半年ですその時の電子版記事まだ キエフ、キーをキエフと言ってます。この時全く予想できませんでした。今も終わりが見通せない状況で、日経ニュースプラス9、来週火曜水曜に夜連続で軍事経済などを多角的に今後考える予定です。で、今週の予定もう一つ、現地時間アメリカの現地時間25日木曜日、国際経済シンポジウムジャクソンホール会議。世界中から金融関係者集まってきます。山のリゾート地で有名なジャクソンホール。いつもはこうやってカチッとしたパウェル FRB 議長も、 こんな感じ私、くしくも同じような格好をしていますけれどもさて、どんなメッセージが出てくるのか泰山明堂、どうなるのか市場関係者にとってはまさに今月の山です。さあ日経ライブはこの後午後午時から 今東京六本木の国立新美術館で開催中のルートビヒ美術館展について生配信しますドイツケルンにある美術館私も先日見に行きましたが現代美術ポップアートファンとして本当に見逃せない宝庫です見どころなどを解説していきますさあ以上日経ライブレビュープレビューでしたそれでは皆さん残り少ない夏良い週末をお過ごしください